ブリッジタウン歴史地区とギャリソンはカリーブ海の島国バルバドスの首都ブリッジタウンに残るイギリス植民地時代に築かれた旧市街や防衛施設群を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。旧市街の街路設計はスペイン帝国やオランダ海上帝国が築いた植民都市に見られるものとは異質であり、ギャリソンの存在ともどもかつて大英帝国が カリブ海地域に気づいた拠点の姿を伝えている。2011年にバルバドスの世界遺産として初めての登録を果たした。バルバドスに最初に到達したのはスペイン人であったが彼らは定着せず続くポルトガル人も同様であった。無人となっていたバルバドスでイギリス人たちが入植を始めブリッジタウンを建設したのは1628年のことであった。 17世紀を通じて、ブリッジタウンの成長を支えたものは、製糖業であった。砂糖機微生産のための黒人奴隷の輸入及び、製品の輸出の拠点として、ブリッジタウンの港は栄え、1681年以降には、木造ではあったが、要塞なども整えられていった。木造の要塞は18世紀には、石造の要塞へと作り替えられ、18世紀末には、 ギャリソンの建設も始まった。このギャリソンは1905年まで英国陸軍のカリブ海東部地域における司令部として機能した。この世界遺産は旧市街とその郊外、港、ギャリソン地区などによって構成されている。ネオゴシック様式の議事堂旧市街は17世紀に成立した地区であり、元来の都市計画は蛇のように曲がりくねった街路を特徴としている。これは 同じ時期に、スペイン帝国やオランダ海上帝国が中南米に築いた植民都市が5番目上の街路を基本としていたこととは異質であり、世界遺産に登録されている歴史地区だと類似の街路は、イギリス領バミューダ諸島のセントジョージくらいにしか見られない。旧市街の建物は18世紀にかけて発展し、イギリスのジョージアイ建築をアレンジした。 カリビアンジョージアンという様式を確立していった。しかし、ブリッジタウンは、たびたびの大火やハリケーンによって、甚大な被害を受けており、現在の建物には甚大な被害をもたらした1831年のハリケーンの後に再建されたものも、少なくない。その再建時には、元の様式に似せることが意識されたが、19世紀や20世紀には、建築様式のクレオール化が見られた。 被災による再建を経ていない建造物は限られているが、その中には西半球では最古の部類に属するといわれるシナゴー群が含まれている。ギャリソン・サバンナ・チャールズ要塞は17世紀に木造で建てられた要塞で、当初はニーダム要塞といった。この要塞は18世紀に石造要塞として改築されたが、21世紀初頭の時点ではヒルトンホテルの一部になっている。 セントアン要塞は18世紀初頭に建造された要塞で、ギャリソンは1789年以降、約80年の歳月を費やしてその周囲に築かれたものである。ギャリソンはセントアン要塞や弊社のほかギャリソンサバンナと呼ばれる広大な広場を含んでいる。ギャリソンサバンナに点在する建物には、かつて軍の刑務所として使われ、現在は、 バルバドス博物館になっている建物もある。ギャリソンの建造物群にも1831年のハリケーンで損壊し、再建されたものが少なくないが、ギャリソン地区最古となっているのが1720年頃、建造のジョージ・ワシントン・ハウスである。その名は、ジョージ・ワシントンが1751年に2ヶ月、滞在していたことに由来する。 マルバドスの世界遺産条約受諾は2002年4月9日のことであった。この物件は2009年10月7日に世界遺産の暫定リストに記載され、2010年2月1日に正式推薦された。それに対して世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、その時点では世界遺産としての完全性と申請性の証明も、 顕著な普遍的価値の証明も不十分であるとして登録延期を勧告した。しかし、2011年の第35回世界遺産委員会では逆転での登録が認められ、バルバドス発の世界遺産となった。世界遺産としての正式登録名は、ヒストリック・ブリジタウンイッツ・ギャリソン、センター・イーストリックでブリジタウン・イ・サガー・ニツである。その日本語訳は資料によって、 以下のような違いがある。英雄広場この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。